です。はい。本日の10月9日、火曜ランダム2の2大会、ちょっと遅れてしまいましたが、始めたいと思います。さあ、それでは皆さん、スタートを押して始めてください。早稲田式です。さあ、A 難題、0回戦ですね。ただ一つあります、0回戦。1P 側、L さんの勝利と、島次郎さんの暗示、黄色い暗示ですね。こちら、島次郎さんの暗示は、わざわざ福岡から遠征してくれたということで、まあ、動画台の方でね、やらせていただきます。で、対戦相手の、暗示は、ヒロさんの暗示ですね。ノーマルカラーしか使わない印象でしたが、今回はこの真っ白なカラーを使用。で、大将はオスカーさんのイノが控える形となります。今回ちょっと試合がちょっとね、大会開始が最後の方結構人数増えてきたので遅れてしまったんですけども、A 番台 B 番台それぞれ課金の関係で試合数を数えておりますので、大将さんまで行きましたとかこちらから聞きますので、結果報告の際にこちらに何試合やったか教えてください。お願いいたしますと言ってる間にさあ攻めているのはヒロさんの字。あ、平山中ごめんなさい。ここが A で、ここが B だな。さあ、アンジュが一本選手。あち。さあ、ヒロさんはですね、最近お仕事が忙しいらしく、地元で結構練習してるそうなので。また怪しい連携を考えているかもしれません。さあ、マイハイ。今回、マイハイがね、必殺、おお、そんなことありました。今回は、暗示使いの方ね、非常に失礼なことを言うかもしれませんが、ガードポイントとか結構やっぱ強いじゃないですか。まあ、今回はやっぱ、ガードしないでハイスラ封じが結構多くなる中で、さあ、どう、散らしていくかって感じなんですかね。暗示的には。わかりません。さあ、ハイスラ風神、後出しが勝って、タッシュピーから落とす、ロマキャン、おー、何もしない新作はね、ラグだからとか言えるんですけど、液晶じゃないんだよねさあ、先鋒戦制しましたのは、ヒロさんのアンジ、アンジ同キャラ戦を制しまして、大将戦、オスカーさんのイノと、エルさんのジョニーとなります。よしよしよし、ちょっと待ってくださいね。さあ、大将戦、ジョニー対イノ。さあ、イノはですね、前回と比べて、まあ、特にできなくなったことがあるわけではありません。ケミカルが結構判定がでかくなったりと、まあ、全体的に強化されてやれることがちょこちょこ増えたかなっていう感じらしいですね。まあ、けど使いこなすのは非常に難しいキャラでありますので、いくら強いから突っ立って、最初は勝てないっていう結構きついキャラになっております多分ね。適当に解説っぽいこと言った後に多分ねっていうことは大体自信がないので、まあ間違ったらごめんねってことです。空中ダッシュがね2回できるようになったってことで、逃げたふりして戻ってくるとか普通にできますので、そこら辺の使い分け非常に楽しそうなキャラですね。さあ、キラージョーダー見せてしまったが、音階ガードさせて投げているのはジョニー。さあ、B1 台はまだ試合終わってませんよね。さあ、ここで上りじゃん、あ、戻りじゃん、戻りバックダッシュですね。バックダッシュジャーネス、沿線ががヒット。ここで取っていくのはエルジョニー。ジョナン。さあ、ここでレベル2、ここに来て一気に勝負を決められる状態になってきます。今回の足払い当たってしまうと本当に軽量級は簡単に、おーっとー、かすられてしまうが、ここはジャンハイ落とす、投げを決めて空中ダッシュカスといきたかったが、ここはコンボ失敗。その隙に攻めるが、体力差がかなり厳しい状況のオスカーイノ。バックステが通るがゲージもなかったので、ミストファイナーは選択肢が届かずしゃがみくらいでした。そしてここで一気にコンボ、ゲージを全部入って画面端、あとは置き攻め、なんとか成功させて一気にいきたいんですが、空中ダッシュ成功。
画面端追い込んでデッタングルを潰すエースバックスが決まって、おーっとここはかすらなくてもよかった気がする。初日からかすりたくなってしまうんですね。さあというわけでお互いに勝ちが並んで決定戦、大将戦勝ちましたエルサンジョンジーと先鋒戦勝ちましたヒロさんのアンチで決定戦を行います。さあ B 番内の方も決定戦かな。さあ白対白、今回は白からのバリエーションが増えてね、非常にジョニーいいです。ただね、同じカラーが2つあるのはどうかと思うんですよ、ジョニーの白ね。まあしょうがないとはいえ、さあタチピー対空からオンまで決めていく。今回タチピータチハイがつながるっていうね情報を聞きまして、なんということだっていうね、スレイヤースカイが嘆いているんじゃないかなと思います。金エスからループ風神ループコパン金エス立ち合いダウンを奪って大きい攻め。さあいやらしい攻めが続く。ヒロアンジがここは攻めると見せかけてここは引く、無理はしない。ああまただよと思うんですけどね、しょうがないんですね、こういうキャラですからね別に嫌いじゃないんですけどね。さあそしてこれはすごい、バックステップがステップに負けたんですがお構いなし、もうこっちだぞとドラゴンボールバリのアクションを見せて、まず一本選手はヒロアンジ。俺の脳内ではメタルクーラ対悟空みたいなのが脳内で繰り広げられておりました。さあハイスラ風神持続が非常に短い技が主要な牽制のジョニーにはこのハイスラ風神かなり厳しい。ダウンも奪って画面端警戒からジャンハイ。さあ画面端のアンジソン、お互いに使って、あっとコパン届かない、もう1回、あ今度はレベルガチャが早い、ナイスレベルガチャです。さあこれは画面端までいかないんですねまあイメージ的なスパフォーのダルシムのヨガファイヤーあたりをイメージしてもらえれば、まあ消えないんですけど。さあ空中ガード不能のところをつかめる。さあ B 番台勝ったのはどちら様ですか。何対何、2対0、2対1、3試合ですね。じゃあ赤ペンがないですね。さあ画面端に追い込んでいくアンジュも、とっとこ引きずり下ろしてバーストはガード、勝ったのはヒロアンジュです。3試合じゃあこちら行きましょうか。チャマさんのスレイヤーとゴランさんのテスタメント、チャマさんとゴランさんいますか。あゴランさんいますね、こちらチームメイトです。で対戦相手がケイスさんのジャムと東さんのザッパ、ケイスさんいます、東さんいますね、こちらチームメイトになりますね、よろしくお願いします。じゃあ A 番台で試合です。さあ今回ねスレイヤーと、スレイヤーは A さんのスレイヤーぐらいしか映ってない、あアダムがいたけど、アダムはまあ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 、脳幹でね。じゃあ B 番だ。